栄えてるね、すっごいね。なんだこいつ、千ホモがいる。何見といてあげよう、仲間が来るまで。漫才の練習か。どうもみたいな、ゴリラです、チンパンジーです、二人合わせてチンパンジーでーすみたいな、ネタ合わせ中か。らっしゃい、いろいろな人生があるようだ。人生いろいろ、まさにこのことだな。俺も勇者勇者と周りから踊らされて旅に出たはいいものの、一向に剣術はうまくならず、仲間の足を引っ張る日々。血筋のおかげでルーラーや家事は使えるが、仲間との心の距離を開くばかり。決めた、俺行かなきゃ。その時うんこちゃんは剣を放り出し走り出した。俺戻らなくちゃ、仲間のもとに。新しい道を見つけた、新しい人生を見つけた。俺は新しい人生を見つけた。みんな悪い、俺は剣を置く。俺は今日から二人で漫才師になる。戻ってきたぜネタ合わせしよう、二人で。どうもー、ゴリラです、うんこちゃんだよ。二人合わせてゴリラとうんこちゃんです、よろしくお願いします。いやー、ゴリラさん、あれですよ、あのね、昨日ね、俺ね、サソリに会ったんですよ。サソリに会ったらね、刺されちゃってね。うんこちゃん、それでどうしたんだよ、うんこちゃん。あのね、俺だけね、地面にキスしちゃってたんですよ。はは、なんてことだい。そりゃお前すごいことだね。確かに客はいないし、ネタも受けない。だがなんだこの充実感は。俺はお前と会うためにこの旅をしてきたのだと思う。これからもよろしくな。あ、なんだ。そして二人を夕焼けが照らすのであった。お客さんだ。おい、お客さんが来た。おい、どうもー、ゴリラでーす、うんこちゃんでーす。二人合わせてゴリラと、あ、ネオヒューマンビーンズでーす、よろしくお願いします。いやー、うんこちゃん、今日はどうですかね。初めてのお客さん、二人だったけど緊張したわ。夜通し練習した甲斐があった。ステージに立てた。